アメリカが長崎に原爆を投下してから79年となる9日長崎市で平和記念式典が行われますエマニュエル大使は式典を政治問題化させたくないとして欠席を決めたということです関係者によりますとパレスチナ自治区ガザへの攻撃を続けるイスラエルの駐日大使を長崎市が招待しなかったことを受けた対応だということです 式典には在福岡アメリカ領事館の地下足池主席領事がアメリカの代表として出席します足池主席領事は私の長崎平和記念式典への参列は過去を追悼し平和な未来を見据え世界平和に向けた日本との協力に対するアメリカの献身を強調するものとしていますアメリカのほかイギリスの駐日大使も同じ理由で欠席することが決まっています 各保有国アメリカとイギリスの駐日大使が欠席することについて、鈴木長長崎市長はイスラエルの招待に関しましては、えー、政治的な理由ではなく、えー、あくまでも、えー、式典の円滑な運営の観点からです、ねえー、招待状を発出できないということであの、総合的な判断をさせていただいたところでございます。でききるだだけあの全ての、えー、駐日大使にお越しいただきたいたたと いうふうにあの原則としては思っております。そういう中でですね、あのそれぞれのあの大使のご都合もこうあろうかと思います。それぞれあのレベルはこうあろうかと思います。そういった参加した国すべてにですね、あのぜひあの思いを同じにして核兵器のない世界の実現に向けた思い、そして世界恒久平和に向けた思い。 これを一、ね、つにして8月9日の式典を迎えたいというふうに思っております。